私本日の、司会を務めさせていただきます観音寺市ふるさと活力創生課の福田と申します。どうぞよろしくお願いします。で、せっかくですねこんなに皆さんたくさんの方にお集まりいただいてますので、少し簡単に観音寺市の紹介をさせてください。香川県の最西端、西の端ですね、四国の、右上の部分、香川県の最西端、四国の中央部に位置する観音寺市は、海の青、山の緑が輝く自然豊かな美しい町です。温暖な気候で雨や災害も少なく、とても暮らしやすい気候に恵まれています。農業とかですね、水産業も盛んな町ですので、ぜひですね、観音寺市の方に一度お越しいただいて、穏やかな時間が過ごせるような観音寺市を、堪能していただけたらと思っています。で、こちらの方にですね、何個か観光スポットを書いています。で、まず一番最近本当に、有名になって観光客が毎日のように来ていただいているのがこちら、天空の鳥居です。高谷神社という神社なんですけども、階段をずっと山の上に上がった先に鳥居がありまして、で、その鳥居を登った先に後ろを振り向くとこの景色が広がっていると、まさに天空の上に、鳥居が立っているというような形で SNS 上でですね、SNS 映えするということで、天空の鳥居、こちらたくさん今おいでていただいてます。で、昔からの観光スポットとしてこちら銭形砂絵です。で、銭形砂絵はですね、寛永通宝を、砂で描いているんです。これちょっと大きさ分かりにくいですけど、縦100メーターぐらい、横100メーターぐらいのすごい大きな砂絵です。で、これを、砂で作られているんですけども、これちょうどこの展望台、山頂の展望台から見ると、本来は銭形砂絵、実は楕円形をしています。で、その楕円形を展望台から見ると綺麗な丸に見える、そういうふうに考えられて作られています。で、これを見るとですね、もう健康で不自由なく、お金にも不自由せず一生暮らせるというような言い伝えがありますので、ぜひ皆さん観音寺市に来ていただいて、金運の町観音寺市、こちらの方を見ていただけたらと思います。でですね、あともう観音寺フェアに皆さんお買い物をしていただいたかと思うんですけども、すごく好評で、実はですね、持ってきたものがほとんど売れてしまっています。本当にこんなに皆さんに買っていただけるのはすごくありがたいことでですね、で、観音寺市の特産品を今日お持ちしているんですけども、こちらの特産品はですね、観音寺市のふるさと納税の返礼品にもラインナップされています。ぜひですね、皆さん今日帰ってお時間ありましたら観音寺市ふるさと納税と検索していただいて、皆様のご好意を少し観音寺市の方にご寄付いただけたらと思っています。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。でですね、ここでまだご紹介したいところなんですけども、もう少しだけお付き合いください。観音寺市のマスコットキャラクターをちょっとご紹介させてください。観音寺市のマスコットキャラクター、銭形くんです。銭形くん、どうぞ。こちら銭形くんですね、先ほど説明した寛永通宝、銭形砂絵からですね、某有名、時代劇の、銭形平次とのこう、イメージからですね、銭形くんというキャラで、観音寺市のマスコットキャラクターをしてくれています。どっかの、ゆるキャラと違って銭形くん喋ることはできませんので、観音寺市の紹介は私の方からさせていただきました。本来だったら銭形くんから喋っていただいたらいいのかなと思っています。ぜひ銭形くんを写真を撮っていただいて SNS でバンバン上げていただいて、観音寺市銭形くんをまず有名にしていただけたらと思います。写真どうぞどうぞ撮ってください。銭形くんこっち。ありがとう、レスありがとう。バックレスや。あ、セクシー。あ、かわいい。おー。
まだまだ時間がありますので、銭形君ちょっとゆっくり撮ってください。まあ、実はですね、本日あの観音寺市長、観音寺の市長がですね、こちらの方に、来まして、で、委嘱式を交付いたします。で、市長すごくあの、多忙の中ちょっと来てもらったんですけども、朝に、関西の方で一つイベント、大阪でイベントがありまして、でそちらの方に出席した後、そのまま新幹線で今向かっておる途中なんです、実はですね。はい、でもうそろそろ着く頃なんです。という裏事情もありながらですね、少し皆さんのお時間を拝借させていただいてます。まあ、あのもう少しだけあのお時間をあのお付き合いいただきましたら、もう間違いなくあの皆さんあのお待ちかねのお二人も登場されると思いますので、もう少しだけあの私たちのお話を聞いていただけたらと思います。皆さん、あの香川県観音寺市行ったことあるよって方、あ、結構いらっしゃいますね。すごい。あれ、すいません、あの見かねて先にガリベンズさんがちょっとつないでくれるそうなので。どうもー、こんにちは。どうもですね、おそらくここにいる人たちの9割がお待ちかねであろう行天さんが出てくるまであと3分ちょっととなりましたのでね、すいません、それまではね、おじさんで我慢してくださいね。そんなことないよ。何ですか？もう待ってた。待ってました、僕のこと。いやちょっと嬉しいな。じゃあちょっとカメラ構えてる人が多いんでね、ちょっとあれかもしれないですけど、僕のことを待ってたよという人、ちょっと拍手してみてください。ありがとうございます。でも行天さんの方がもっと待ってるよっていう人、拍手してみてください。じゃあ前説終わります。あのもうちょっとだけ、もうちょっとだけ、もうちょっとだけですね。はい、あでもなんかね、今あのアナウンスじゃない、みんなに聞いてましたけど、観音寺市に来たことがある人っていうのは結構。そうなんですよ、本当にびっくりしました。あの観音寺市っていう、まあ皆さん、あの今日は名前初めて聞いたよっていう方もたくさんいらっしゃると思いますし、うん、あのそもそも漢字読むときに観音寺って言われるんです。そうね、うん、あの観音寺ですので、まあ、それだけ覚えて帰っていただいたらもう僕の役目は終わったかなと思っています。さっきでもちょっと喋ってたよ、銭形君。銭形君の中の人はちょっとだけ喋ってました。いや、中の人とかないんです。中の人はいません。中の人はいないです。はい、ね、ありがとうございます。今日はですね、まあ、短い時間になるんですけれども、今からですね、市長が出てきて、委嘱式っていうのがありまして、でその後に、ちょっとトークセッションっていうのがあって、市長と僕と、行天さんとでね、3人でちょっと喋るっていうのがありまして、その後ですね、ちょっとだけですね、これ事務所に黙ってやることなんで闇営業って思われたらあれなんですけども、ちょっとだけあの僕モノマネとかもねやりますんで、まあ、こんなんしていただけるんですか。今日はね、せっかくもうね、うちの地元、僕地元なんですよ、地元のね観音寺の皆さんがこうね来てあれしてるっていうのでね、あのそのさせてもらいたいと思いますね。ただ1円もいただきませんのでね、そこはねあれなんですけど、なんか買ってくれました皆さん、いろいろ買ってくれました。ああ、よかったです。ありがとうございます。僕もね、さっきね、あのお饅頭をね、物欲しそうな顔でこう見てたんですよ。そしたら、あ、矢野さんですか。よかったらこれ1個食べてみてください。新商品なんですって言われるんかなと思ってずっと待ってたんですけど、何も言われずにね、あのペイペイでお支払いください。普通にペイペイで350円でね、買ったやつが袖にありますんでね、最後にね、皆さんに欲しい人って手挙げてくれね、あの。ちょっとプレゼントとかも、ね、しようかなと思いますけど、さあそろそろ大丈夫でしょうか。 OK というわけで、私一回はけますので、ちょっとはけていただいて、初めて見たようなリアクション皆さんお願いします。お願いしますね。じゃあ銭形くんも一度はけます。ありがとうございました、銭形くん。また後で登場しますので。
すいません、長々と拙い話にお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。それではですね、皆さんお待ちかねではあると思います、それでは大丈夫ですかね、はい、どうぞ。そしたら3名の方ご入場ください。はい、それではですね、ただいまより観音寺市ふるさと応援大使ガリベンズ矢野様、仰天ユリナ様への委嘱状交付式を始めます。まずはじめに観音寺市長佐伯明弘よりご挨拶を申し上げます。皆様こんにちは。今日は大勢の皆様方が、観音寺ふるさと大使ふるさと応援大使の委嘱式にご参集をいただきまして誠にありがとうございます。申し遅れましたが、観音寺市長の佐伯と申します。私も東京で30年近く住んでおりまして、市長になっても月に数回来ておりますが、今日は非常にタイトな時間でやってみました。朝7時54分の列車に乗って大阪にまず行き、大阪でガリベンズ矢野さんの出身校であります観音寺地校の京阪神同窓会に行って、5分から10分ほど喋って、すぐ、また新幹線に乗って今、有楽町に着きました。そしてこの終わった後ですね、また4時の列車で観音寺に帰して、明日は8時半から会合が6カ所、10カ所ありましたよ、ね、忙しいアピール大丈夫忙しい中来てくれなかったってことですね。そう私も忙しなくて本当に忙しなくて来ていただきましてありがとうございました、ガリベンズ矢野さん、まさしくか、仰天、ユリナさん、観音寺が生んだ大スターでございましてですね、本当にありがとうございます。私も観音寺市長落選の時は漫才師かお笑い師になろうかと思って、その時はガリベンズ矢野さんの弟子になろうかと思っておったんですが、やはりレベルがだいぶ高いのでやめさせていただきました。もしくはアイドルになると思いましたが、仰天さんのようなこの素敵な、まあ、とてんでもない、私本当にずんぐりむっくりでございまして、こっちはぬいぐるみがいなくなりましたけど、ぬいぐるみのような人間でございますので、今日は楽しく委嘱式をしたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、続きまして委嘱状の交付に移らせていただきます。まずガリベンズ矢野様、前の方へお進みください。委嘱状、ガリベンズ矢野様、観音寺市ふるさと応援大使を委嘱いたします。令和4年11月12日観音寺市長佐伯明弘、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。それではそのまま広報用の写真を撮らせていただきますので、そのままお待ちください。よろしいですかね。うまく加工しておいてください。目線をあちらから。あちらから。いや本当に撮りたい。撮りたい。じゃあこっちから行きますよ。こっちから。お願いします。はいどうも。はい、どうも。じゃあ真ん中の方行きます。はいどうも。ね、どうですか、おじさんとおじさんが並んでますよ。おじさんの超おじさんです。超おじさん。はい、ありがとうございました。それでは矢野さんちょっとお戻りいただいて、続きまして仰天ユリナ様、前の方へお進みください。委嘱状、仰天ユリナ様、観音寺市ふるさと応援大使を委嘱いたします。令和4年11月12日観音寺市長佐伯明弘、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。じゃあそのまま広報用のお写真を撮らせていただきます。まずは正面お願いします。仰天さんは私の高校の後輩でございます。中央
正面よろしいですかね。はい、はい、そしたら、向かって左手側の方に、はい、はい、みんなこっちもお願い。はい、ちょっとさっき僕がやってた時より多いですね。大丈夫です、そんなことないですよ。よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、 その最後にですね、矢野さんも一緒に3人でお願いします。で、銭形くんも一緒に入りますので、少しこちらに寄っていただいて、まずは正面の後方用をお願いします。これが多分いろんなところに使われると思うので、それなりの笑顔でお願いします。はい、はい、そしたら向かって左手側に目線をお願いします。お願いします。君がこっちも、はい、手先で撮ってます。はい、そしたら反対側お願いします。右手側です。はい、よろしいですかね。ありがとうございました。それではお席をご用意しますので、銭形君ありがとうございました。見てましたよ。あの方は僕がやってた時全然撮ってなかったんです。今すごい撮ってますね。じゃあお席の方にお座りいただいて、はい、はい、それではですね、この度ふるさと応援大使にご就任いただきましたお二人に、ふるさと観音寺での思い出などいろいろとお話をお伺いできればと思います。まずガリベンズ矢野さん、はい、観音寺の思い出の場所やおすすめのスポットなんかありますかね。思い出の場所はね、もうたくさんあるんですけれどもね、ぜひですね、銭形砂絵というのがありましてですね、寛永通宝という昔のね、お金を砂で作ったっていう砂絵っていうのがあるんですけど、これ言い伝えでは一夜にしてできたっていうことがありまして、僕が中学生時代の時はそれの形を整えるっていう砂ざらえっていうのもありまして、そちらに参加したんですけども、今もあります。今もありますか。行天さん参加したことあります。私自身は参加したことはないんですけど、でも父とかは参加してました。はい、お父さんおいくつぐらいですか。お父さん、いくつだっけな、50歳かな。50歳ぐらい、はい、あ、よかった、俺より上でよかったとかね、ありますね。あと砂ざらえに関してちょっと実は告知させていただくと、はいはい、明日ですね、銭形砂ざらえが朝から行われます、観音寺市のですね。でそちらの方ボランティアの方でですね、皆さん自由参加ですので、うん、これから観音寺に帰られる方観音寺に今から行く方、ぜひご参加いただけたらと思います。はい、ぜひね、参加者面白いです。2メートルぐらいの高さのところに入ったりして、ぜひね、行ってみてください。面白いですよ。はい、本当ですか。一回はでもやってみたいなと思うんですけど、ね、あそこの中入るのってね、立ち入り禁止なんで、うんうんうん、ヤンキーぐらいしか入らないじゃないですか、あなた。ね、僕でそういう、思い出のスポットですね。はい、ありがとうございます。銭形砂ざらえということですけども、どうですかね、関越通報と。はい、実は明日9時からその銭形砂絵がございまして、そのために、砂ざらえ、すみません、そのためにですね帰るわけじゃないですけど、はい、挨拶しにだけに明日また、はい、帰ってですね、みんなのボランティアを待ってますので、はい、ぜひとも皆さん方も来る人いったら、ぜひとも一緒になって砂ざらえをしていただければありがたいと思っております。非常に観光名所のところでしてですね、うん、そして上にはですね、有機
結城優菜は勇者であるという、うん、漫画の、うん、アニメーションの、声優の方の、はい、宣伝もございますので、ぜひともですね、はい、そういうとこもお越しいただければありがたいと思っておる次第であります。よろしくお願いします。あれ、ね、一度見るとお金に困らないって言われてるんですよね。そうなんです。いや、私も何回見てますけど非常にお金に困っております。いやいや、そんなことないです。そんなことないですよ。忘れてください今のは皆さん。はい、はい、ありがとうございました。それではあの行田さんは何か思い出の場所やおすすめのスポットなんかありますか？そうですね、思い出の場所はでも思い出の場所っていうかよく言ってたのはあの有明浜の海は毎年夏になったら家族で中学生ぐらいまではあの海に海水浴に行ってたりとかしててすごい思い出のなんかいろいろと思い出の場所なんですけど、なんかっていうのもあの小さい頃にこう妹が私いるんですけど、はいはい、あの妹も海を楽しんでもらおうと思って私妹を背負ったまんま海に入って、うん、私は身長があったから着くんですけど足が、うん、妹は着かなくて溺れかけさせてしまったっていう、ね、意味があって、そういろいろ思い出の場所もあるんですけど、いや思い出の場所なんかちょっと違う思い出になりますけど、いやすごいあの頃もあったなっていう楽しい思い出なんですけど、はいはい、あのでもおすすめの場所もすごいいっぱいあるんですけど、そうですね、そうですね、どうしましょうね。考えてきといてこういうのは。考えてたんですけど。一応事前に台本あったじゃないですか。そうです、あの緊張して忘れたんですけど、あでもそうですね、じゃあ思い出も含め、うん、あれはあるんですけど、あの高谷神社ってあるんですけど、天空の鳥居と言われてるあそこがあって、はいはい、去年かな一昨年ぐらいから行って、うんうん、あのすごいあそこからの眺めがめちゃくちゃ綺麗なんですけど、うん、あの写真もね今流行りの映えなんていうぐらいすごい綺麗な写真が撮れるので、ね、あのぜひねもし行った際にはそこに行っていただいて映えな写真をね、そこにありますよ。あ本当だ、そうこれめちゃくちゃ超映えなんで、ぜひ皆さんこんな感じで映え写真撮っていただけたらいいなと思います、うん、はいです。ありがとうございます。高谷神社どうですかね、ちょっと高谷神社なんかお話しそうですね、僕天空の鳥私も参りましたけど非常に素晴らしいところでございましてですね、まさしく一人じゃなくて恋人同士で行っていただければ非常にありがたいと、まあ、恋人カップルでも結構です、ご夫婦同士でも結構でございますので、ぜひ行っていただければもっともっとお互いこの愛情が芽生えると思いますので、素晴らしい場所でございますので、ぜひとも観光香川県鹿児島に来た時はぜひともお越しいただければありがたいと思っております、ね、あのバスでも出てますしね、はい、そうですね、あの今土日は、ちょっと通行規制、車の方では通行規制かかってますが、そのシャトルバスが出ておりますので、あの便利に行けるようになっております。はい、はい、ありがとうございました。続いてはですね、観音寺市の食についても聞いてみたいと思います。じゃあ、あの今度は行田さん、あの観音寺市で思い出すおすすめの食べ物を教えていただけますか？そうですね、味覚さんの骨付き鶏がすごく大好きで美味しいんですけど、やっぱりあのお誕生日だったりとかクリスマスだったりとか、まあ、結構そういう記念日の時はあの味覚さんの骨付き鶏で、私はワカを食べるんですけど、はい、もう毎回、しかも特にそこの骨付き鶏もすごく美味しいんですけど、あれあれあれ、あちょっと待って、なんだっけ、炊き込みご飯、鶏飯がすごく大好きで、もうあれとあの骨付き鶏をいつもセットに食べるんですけど、もうご飯が止まらないぐらいすごい美味しくて、なのでぜひもうそこは本当に皆さんに絶対食べていただきたいなっていう風に思う、おすすめですね私的には。はい、ね、味覚って言ったらそんなにね大きいお店でもないからね。あ、そうなんですよ。だから行けば行天さんが昔座っていた場所に座れる可能性が高いですよ。うん、20席ぐらいしかないんでね。そうちっちゃいですけど、うん、はい、いや本当にこれあれですね、もうあの味覚さん急にもうお客さん入り放題になってしまってえらいことになってしまいそうで怖いですけども、ありがとうございました。はい、そしたらですね、続きまして、おすすめの食べ物を教えてください、クリームシチューの上田さん。いやね、まあいろんなね、美味しい食べ物あるのよ。あ、まあでもね、やっぱ香川県にあるねところなんていうので、まあうどん、うどんが結構ね美味しいのよ。うん、でね、僕はね、まあ、僕というかそのクリームシュー上田の今中の人ね、中の人がよく行ってたのがね、鶴屋っていうね、うどん屋さんがありまして、
悠久なは勇者であるの中ではね、亀屋っていうね名前に、なってますけれども、そちらでねよく黄金うどん大をね、食べておりました、ね。あと最近だったらね、さぬき麺どころ山岡っていうところができたの知ってる？いやちょっと存じ上げないですあ、そう、じゃあもううち勉強しておいて、はい、あのね麺がねすごい太くてね、コシがすごくて、すすると命の危険がありますっていう、あの注意書きがしてあるの。あ、そうなんですか。そうそうそう。ええー。じゃあ行ってみて一回。ぜひ行きたいです。ちょっと命の危険にさらされてみたいですね。そうそうそう。え、そういう意味で行きたいの？美味しそうだからとか。美味しそうなので、でもそれぐらいの多分何があるんですかね。迫力の、あ、太さ？いや言ったじゃん、太さってさ。え、聞いてる？人の話。聞いてます。すいません。すいません、すいません。すいませんって言うってことは聞いてなかったってことだね。いやいや、聞いてました。聞いてました。そう、あの11号線沿いにねあるんで、うどん屋さんあります。市長、なんかおすすめのうどん屋さんとかありますか？私はあんまりですね、うどんは大好きなんですが、どこが美味しいとかには全然わからなくて、全てのうどん店が美味しいと、まあ、これは家と言われたわけじゃないんですけど、本当にね、本当に全てのうどん店、うん、今日出てるあのうどん屋さんも非常に美味しいので、はいはい、ぜひとも買って帰ってください。よろしくお願いします。ぜひお願いします。買ってください。はい、はい、ありがとうございました。さっきですね、そのうどんの話出ましたけども、続きましてですね、まあ、うどん県観音寺市ということで、まあ、お二人に好きなうどんの食べ方をお聞きしたいと思います。まあ、やっぱりですね、こう、 うどん県民ならでは必ず自分好みのこだわりの食べ方があるはずですので、まあ、それちょっと聞いてみたいなと思います。御殿さん、何かこだわりの食べ方とかありますか？そうですね、いや、なんかすごいよくそういう風に言っていただくんですけど、私は正直そこまでっていうことは特になくて、まあ、夏は冷たいぶっかけで、冬は温かいかけっていうのはもう絶対的マストなんですけど、食べ方としたら、まあ、トッピングとかだったら、私はもう大量な天かすとごまをたくさん入れることと、まあ、あとは絶対的にお供なのはちかの天ぷらと、あと唐揚げは絶対にお供っていうことぐらいしかちょっとないんですけど、でもそうですね、季節によって食べるものが基本もうかけかぶっかけしか私は本当にあまり食べないので、ちょっと違う意味でこだわりではあるかなと思います。そうですね、本当にやっぱりさぬきうどんって本当にそのままかけうどん、まあ、こちらで言うと酢うどんになるんですから、かけうどん、そのままを食べていただくっていうのが、一番美味しい食べ方なのかなとも僕も思ってます。はい、じゃあ続きましてですね、同じようにこのうどん県民ならではの必ず自分好みのこだわりの食べ方っていうのをですねお聞きしたいと思います。ひろゆきさん、どうですかね。うどんに何かこう出汁とかをかけて食べる人って頭悪いんですよねうどんなんで、なんかそのままなんか醤油とかかけて、生醤油とかかけて、なんかうどんの刺身みたいな感じで食べるのが僕が一番うまいと思うんですけど、なんか天かすとかバーってかけるとか、なんかよくわかんない、そのお供っていうよくわからない言葉を使っていたんですけど、お供的になんか天ぷらを乗せるよりは、僕は普通にただただ醤油をかけて食べるっていうのが美味しいんじゃないかなと思います。はい、すいませんありがとうございます。すごい似てますね。わかる？わかります、わかります。すごい特徴捉えてます。ありがとう。すごい面白かったです。すいません、全然笑ってなかった。いやちょっとどこまで笑っていいのかなっていうのが、いや笑いをセーブしなくても大丈夫です、はい、ありがとうございます。まあ、ひろゆきさんでしたね。ありがとうございましたひろゆきさんでしたね。ひろゆきさんでしたよ。はいまあですね、もっとこういろんなお話をお聞きしたいところですけども、まあ、時間も限りがありますので、最後にお二人から観音寺市ふるさと応援大使としての意気込みや、まあ、今後のご自身の活動の目標などをお話しいただけたらと思います。じゃあカリベンズさん、はい、よろしくお願いします。ですね、僕観音寺市ふるさと応援大使、ね、任命いただきましたけれども、正直に海側の出身でして、港とかねそっち側のことは詳しいんですけれども、逆に行天さんの出身であります山側のことはあんまり詳しくないので、あ、ダメなんですね細かくは言っちゃいけないです。細かくはダメですよ。観音寺市の中でも細かくはダメです。ダメ。地名は言わないです。地名は言わないですけどおそらく観音寺市の中で一番田舎のところですよねそうですね、まあ、否定はしないですけどね。田舎なんてないですから。それは
私のとこが一番田舎でございまして、人口よりイノシシの方が多くございましてですね、五号地区って分かりますか？五号地区、はい、五号、あの伊勢駅と一番田舎ですから、本当に猿とかイノシシが多いところですから、ゆりなさんのとこ町でございます。あ、町なんですか？そうなんですね、はい、なので僕があまりまだ詳しくないところに詳しくなって、またそこのねいいところも見つけて、皆さんにねいろいろ発信していけたらなと思っております。はい、ありがとうございました。それではあの行天さん、はい、そうですね、私もこうやって香川県の今回観音寺市自分の出身のあのふるさと応援大使さんに任命させてもらったんですけど、なんかこういう地元に関してのお仕事って実はまだ2回目とかしかなくてですね、今回こうやってお仕事をすることができてすごく嬉しいんですけども、私自身はちょっとあまり上手にね伝えることができないので、このちょっとどうやったら上手に皆さんに魅力が伝わるかもこれからちょっと模索していっぱいいろんな方と出会い、そして私もやっぱり自分の住んでいるではないところってこうなかなか行ったこともないところも実際香川県なんかあったりとかもしたりするので、その辺とかもっと勉強して、もっと香川県って結構私のファンの人もすごい通るんだけどとか、あんまりその立ち寄らないっていう方がすごくやっぱ多くて、それがすごく悲しいので、うわもうめっちゃ行きたい、もう香川目標に行ってますっていう人が増えたらいいなっていう、そういうなんか魅力をもっと伝えていけたらいいなっていうふうに思っております。伝わったかな？はい、十分伝わったと思います。伝わった、もう手振り身振り手振りで、はい、いや素晴らしいですね。お二人にコメントをいただきます、はい、今日本当にありがとうございました。素晴らしい大使になっていただきよろしくお願いいたします。あ、まず座ってどうぞどうぞどうぞ座ってください、そしてね、さっき一つだけ言い忘れてましたが、もう一つ一宮海岸と言いましてですね、これ恋人の聖地と言いまして、恋人さんたカップルで来ると必ず恋人になるということなんです。皆さん方も多分独身者の方、一人の方いっぱいいらっしゃると思います。私もですね、決めつけないでください。私もバツイチ独身こなしでございます。言わなくていいですよ。言わなくても。もう一度恋人を作って恋人の聖地に行きたいと思っております。そういうこともありますが、非常にいいとこばっかりでございます。そして美味しいものがいっぱいあります。天ぷらですとかかまぼこですね、うどんもありますし、骨付き鳥、素晴らしいものもいっぱいありますし、また美味しい地酒。川鶴と言いまして、本当に、全国で誇れる美味しい地酒もあります。非常に素晴らしいところでございます。ぜひともお越しをいただければありがたいと思っております。そして、市役所の庁舎4階が市庁舎でございますので、最近おるんかいのと来ていただければ、コーヒーの一杯も出させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。観音寺市といたしましても、お二人のご活躍を楽しみにしております。以上をもちまして観音寺市ふるさと応援大使委嘱状交付式を終わります。ガリベンズ矢野様、行天ゆりな様、本当にありがとうございました。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 ゆりな、ありがとう。